はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルービッシュです。では今回は信長の予防大使パープキと斎藤家公募物語続きをやっていきたいと思います。前回からね、再び反抗作戦を開始している辰沖なんですけども、まずはね、畠家が奪われた清水山城の奪還に向かってきているので、清水山城の防衛戦を展開していこうというふうに思っています。早速時間を進めていきましょう。まずは、おっと、ここで北条を討つ時ということで、これは包囲網結成っぽいな。そうですね、包囲網結成か。できれば武田は上杉に専念してほしかったなという思いはありますけどね。北条との同盟は一旦様子にしましょう。ここで同盟を継続すると武田の心象が著しく悪化すると思われるので、ではまずは金を使っていきます。近江はやっぱり発展してるね。さらに土作りと開墾、種まきですね、やっておきます。で、開発も当然ですが、準研所と盗塁とバランスよく作っておきましょう。現状の最前線が清水山城になってますからね、今は。で、その清水山城の城主誰にするか。そうだな、酒井、あとは沢山城にかなりの人が入ってるね。田中義政、あと長政入れておきましょう。で、武将の防御力としては十分かなと思いますので、あとはね、その他武将が入っていない城に人を適当に突っ込んでおきます。これで一通り人は入った状態ですね。あと恩賞ですね。東道高虎が真っ赤っかだな。かたじけない。高虎にかたじけない。かたじけない。恩賞を大量に与えておきます。で、あとは顔入り勘定も送っておく。高虎、秀吉あたりに寝返られると厳しいからね。この志必ずや果たしてみせようぞ。その上で交渉、まずは六角に対しては同盟締結24ヶ月。かしこまった。あたけとは現状維持かな。ここに来て武田とのどうだろう、心象が著しく悪化してるな。武田まずいことになってる。婚姻があるからいいけど、婚姻が解けたら非常にまずいね。武田に対して贈り物的なこともできない以上、ここは耐えますか。いや、武田の心象がすごく悪くなってるな。ちょっと考えものですね。松倉隊が清水山城にやってきましたが、これは激悪感ですね。この知恵で押し上がってみせるわ。秀吉の部隊は騎乗させましょう。一度武田との同盟が崩れると一気に不利になるので、どうしても武田の心象を上げておきたいですね。包囲網に加わってしまうというのもありですけど、包囲網さっき誘われなかったからな。あれは北条との同盟があるからですかね。ただ北条との同盟が解けた今、
包囲網に入っておいて、包囲網に入っていると包囲網に入っている所属勢力とは自動で親密が上がっていく仕様になっているので、その制度を利用して武田との摩擦を緩和、親密度を上げておきたいところですね。元成のエピソードが入ってゲーム本編に戻ってきます。半ばで、北条との同盟は切れたぞ。で、中野含め武田に兵を返したので、これで北条との同盟が解けた今、包囲網が参加できる条件は整ったはずですよね。なので、一度その包囲網を見てみましょうか。参加させてもらえるなら参加しておきたい。ゲチよ。武田に対して交渉。交渉は入るな。では神前は、あ、神前も入る。よかった。新書上限まで三井で派遣。かしこまった。これで包囲網に参加しなくてもなんとかなりそうですね。よし。では防兵をかけて畑に備えておきましょう。清水山城も兵を増やす。沢山もね、もうちょっと兵増やしたいけど、流民がほとんどいないっていう状態ですね。長島城はもともとそれなりに兵が入っている。勝山城も入ってるかな。大垣城なんでもうちょっとね、兵の数増やしたいぐらいですけどね。あとは、まあ、稲葉山城。この辺りもおいおい兵を増やしていきましょう。風林火山、畠山信玄の猛攻の前に滅びの道を進んでるな。報告いたします。ご命令を。ここはしばらく苦しい苦しい戦いが続いてた分、まったりと、かしこまりました。内政ができる。久しぶりの感覚だな。清水にね、こらえてくれてますしね。継続発展で金を使っておきます。ははっ。で、小谷、稲葉山、犬山、この辺りの兵力が武田から帰ってくるので、そしたら、どうだろうな。五将に攻め込むという手もありですよね。先月の終始。畠と一戦交じる。ご命令を。ただ、畠も今戦力充実。畿内一円に4万ぐらいの軍勢ですかね。入ってますよね。であれば、将軍家を叩いておくというのもありだよな。これ見ると山名も潰すよね、武部山を。その間に我々が後瀬山を奪うというのがありだな。宣戦布告しておきましょう。こうなったら容赦はせぬぞ。わしが力になろう。で、一時的に畠とは和睦をしておきます。これを機に。できない。できないが。となると、もしかしたら、持瀬山に敵の援軍が来るかもしれない。藤高がいるな。部隊編成していきます。これ見る限り、あんまり数は必要なさそうなんで。ちょっと場所は遠目の場所から、
出しましょう。で、達沖はカスマンで置いておいて、長島、犬山、勝山、鳴海城はちょっと兵が入ってなさすぎますね。寄り峰、岩村、この辺りから兵合計24,000。ちょっと出しすぎな感があるな。岩村城は置いておく。これで19,800。これでもまだ多いね。大勝寺は、抑えのために置いておきましょうか。やっぱ長島城の石田正純対6,800がでかいな。となると、石田正純、まあ、戦える武将ではないので、長島城には、戦闘向きの武将をちょっと派遣しておきましょう。信繁4万と、宇治国5万がぶつかるとか、これは大激戦になるな。沼田城の戦い。これは武田が勝つ。この一戦で武田が有利に戦いを進めるのは必要ですね。報告いたします。今川との同盟は継続をしておきます。これより表情を行う。いや、憎き将軍家をここで潰すことができるな。本当にね、順調に順調に進んでいたこの斎藤家攻防物語が一転してピンチに陥ったのは、まさに将軍家による包囲網結成、それの痛手がむちゃくちゃありましたからね。それがなくなったことによる、ね、このさ、ここ最近の進捗は著しくいいものになってますからね。さあ、ではこのまま進めていきます。で、忘れないうちに長島城に戦える武将を派遣しておきましょう。一政、いやー、秀政かな。稲葉山城に入っている秀政、あとは長で誰か入れておこうかな。小谷に入っている高虎、九条八幡の成政、朝倉山の久喜義高、直政、秀政、入れておこう。かしこまりました。堀秀政、この画面上のね、絵面むちゃくちゃかっこいいですよね。では、今川と同盟の延長24ヶ月を結んでおきます。これで後津山が取れれば、何でも、ん？今度は宇治テル4万1000、いや、北条の兵力、半端ないね。さっきだって宇治国5万が沼田城の御詰めにやってきて、すかさず宇治テル4万がやってくるわけでしょ？いや、これ武田危ないぞ。さっきの話だってね、この後もう武田の、一方的な戦いになるんじゃないかな、というふうに思ったし、発言もしたんですが、これ、宇治テル4万1000で跳ね返す可能性十分にあるな。いや、それでも信繁が勝つ。さすがよ、武田。我々は後津山城を力攻めで落としていきましょう。57日かかるか。いや、もぐら攻め聞くならもぐら攻めやっちゃおう。よし。勝出隊がいきなり3の車に入ったね。いや、馬林、でも武田が勝ったか。が、ここで武田が、北条の戦いで北条が一戦勝ち返した感じですかね。足利と山田が和睦。我々の津山をこのまま攻め込んでいきます。報告いたします。ご命令を。で、畑は観音寺を攻めるのか。観音寺が落とされると、畑に対して清水山じゃなくて沢山が最前線になってしまうので、それは避けたいな。沢山城の兵力、
ちょっと金を使ってでもいいので、増やしておく必要があるな。で、さらに沢山城の改修も進めておかないと危ないですね。で、天守も三層天守に拡張する。やっぱり防御力とっても重要ですからね。ここは金を惜しまずに入れておきましょう。持ち勢山は落とせると思うので、うわ、畑の総兵力4万で観音寺を攻めるのか。強力だな。勝つためなら。さて、足利将軍家は滅ぼした。結果我々が倒幕を果たしましたね。で、藤高義照義昭、上軍はじめ優秀な武将を多数招き入れることができるな。で、光秀の軍をどこにどう配置するかだな。今なら御所を取れる可能性あるな。ちょっと御所に仮に兵を進めた場合の敵の動き。松倉右近隊2000、これは観音寺を攻めている畑の隙をついて御所を攻めましょう。で、できれば六角が勝利してくれることがもちろんベターですね。これは大友の話になりますね。スキップしちゃいます。で、兵糧も入ってくる。よし、事態が好転してるな。先月の収支でございます。ご命令を。足利将軍家を滅ぼした、これは大きいからね。では持瀬山に武将を配置する。藤高でしょ。あと士官の年数の長い人を入れておこう。いや、だいぶ武将の質量ともに上がってきましたね。稲葉山城にもめちゃくちゃ人が入っているね。承知いたしました。このまま行けばそれこそ畑山名と十分に渡り合えるね。力取り戻せるかもしれない。で、今上杉と武田が和睦中なので、今動きはないと思われる。この間に兵力を畑山名方面に集中的に使っていきましょう。御所に6500か。ここ六角が勝つことが重要だからね。よし、六角が勝つ。でかい。御所は取れるかどうか。御所を取るには強行で66日はまるかどうか微妙だな。ご詰め決戦になるかどうかですね。畑からの交渉。いや、これは拒否だろ。無条件はないわ。今畑を叩く絶好の好機ではあるので、この好機生かしていきたいな。これにて、ちょっと今回もね、ダラダラと編集する要素も考えずにプレイの方を進めちゃってますな。どうだ畑。いやー、それでもまだ畑。どうだ、機内に3万近い軍勢いるもんね。なので御所を取って持瀬山御所、ここを対畑山名の最前線と見定めておきましょうか。神前、毛利とは神前を上げておく。藤高を派遣。承知いたしました。鈴木とのどうだろう、融和度も下がっちゃってるからね。
よし、これで戦えるな。かしこまった。なんかいつの間にか金がなくなってるのは足軽かな。足軽を集めすぎちゃったかもしれないですね。示すは今だ。よし、交渉が取れる。長宗我部とアタケが戦ってるんだな、四国では。よし、交渉が取りましたね。手段は選ばぬ、勝つためなら。さあ、ではね、だいぶ今回情勢が好転しましたね。一番最初清水山の防衛線を渡した後、将軍家の力が弱まっていると見るや、そこに攻め込み息の根を止め、二条御所まで取りました。なのでこの先の展望をちょっと考えて今回は終わりにしましょうか。御所に6000の兵が入ってくれてるのは大きいね。初めから入ってるっていうのは、御所持瀬山を最前線に、対畠山名との戦いを有利に進めつつ、どうだろう、北条がこんだけ強いからな、上杉の息の根を止めるのはもう少し先になりそうですが、山名畠とうまく和睦調整が進めば、我々現有戦力で上杉と戦えるだけの力ついてきてると思うので、講和をね、一旦模索していきましょうか。畠、そして山名とは講和を一旦模索していこうというふうに思います。というわけでね、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。